的なのは分かったけれど、これ結局どういうものなのかしら。えい、神秘的な力があるのか、神秘的な気持ちにさせられてるだけなのか、謎だな。教科書で見たことはあるけれど、実物はこんな感じなのね。えい、これ使ってる薬苦いんだよな。錬金術で味も変えてもらえるかな。まさかこっちでも神秘的なこの素材が手に入るとは思わなかったな。昔と違って僕も鍛えたんだ。これくらい余裕で持てるさ。使うと毒なものもあるらしいけど、これもそうなのかしら。今日は新しい何かに出会えるかも。材料が取れるのね。むしろ取れないものって存在だ。なんだ、余裕余裕。そこだよっさ、はぁ、出た、連続よ。そこやっ、はぁ、そこだ、届いて、はぁ、ライザ、任せた。さあ始めるよ。出た、連続よ。この剣が見えるかしら。連続よ。そこだ、この剣が見えるかしら。セーター、連続よ。そこだよ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。僕も鍛えたからこれくらいなら。どんな相手でも油断は禁物です。セーター、
連続よ。そこだよっと、はぁ、そこ、横、はっ、そこだよっと、はぁ、ライザ、任せた。そこ、せーの、続いて、はぁ、ライザ様、お願いします。楽勝楽勝、さ、早く進もう。よいしょ、はあ、これなら大丈夫そうだ。せーの、連続よ。そこ、やっ、はっ、届いて。せーの、連続よ。パーティー、援護を。そこだよっと、はぁ、受けてみなさい。僕に合わせて。固まってるならやっちゃうよ。楽勝楽勝、さ、早く進もけど、錬金術の素材になってもらうね。はっ、ちょっと持ちすぎかも。宝石の名前とか特徴も完璧に覚えちゃった。3年前の私が聞いたら、行ける場所が広がったよ。